オールブラッシュは日本の競争馬である。主な勝ち倉は2017年の川崎記念。馬名の由来は、皆が赤面する。束が降参するような馬になるようにとの意味が込められている。芝を2 0使った後、ダートに転向して勝ち上がりシーズンを終える。単勝147.6倍で出走した500万、下でぶちこ。 バスタータイプに続く三着と頭角を表すと、夏の中京で500万下を圧勝し、レパードステークスにも挑戦した。このシーズンは、初戦の1000万下の昇格戦を除き、途中高級を含めた準オープン突破まで8戦連続で一番人気に支持される。2017年2月1日に行われた、川崎記念は準オープン上がりであったこと。 またジェイプニー初挑戦ということもあり5番、人気だったが、クリストフルメールを背に、スタート直後から花を奪い逃げると、最後の直線入り口では迫ってきた番手の三つ葉、ケイティブレイブを逆に突き放し、追い込んできたサウンドトゥルーに3場審査をつけて解消、ジェイプニー初制覇を飾った。川崎記念とダイオライト記念では共に3着と、構想するが、以後は勝ちきれないレースが続き、 2019年10月16日付で JRA 競争場登録を抹消し、船橋競馬移籍すると伝えられたが、大い、藤田照信旧社所属となった。川崎記念と同じ条件で行われ、同競争への優先出走権も与えられる放置、オールスターカップで人気をしながら2018年裏記念以来の勝利を収めるが、川崎記念では9着に敗れた。その後、 2月の放置グランプリカップに、ミカエル・ミシェルとのコンビで出走を予定していたが、競争除外。4月のブリリアントカップでは13着と大敗するも、続く大井記念では3着と、構想する。6月のタンヤシ野賞と10月の埼玉、新聞映画賞は共に7着に終わった後、年が明けて2021年1月の放置、オールスターカップに照準を合わせていたが、 腰の疲れでこれを回避。高齢で回復が遅くなっていることからそのまま現役を引退した。その後はサラブレッドオークションに上場されるプランもあったが、健康状態と年齢を考慮して見送られ、一旦は北海道千歳市の八代大ファームで乗馬になることとなったが、1月11日に青森県東和田市のスプリングファームで種ボバとなることが、 八代ろ大サラブレットクラブのホームページで発表され、1月12日付で競争場登録を抹消された。以下の内容は、ジャビスサーチ及び netkeiba.com に基づく。ありがとうございます。